古墳時代前期、前方後円墳のはずやけどね、西向きの前方後円墳ちょうど行ってみましょう。これ後墳行きますかな。以前一回来たんやけどね、ここね草ぼうぼうでここまで来たんやけど、ここからよう行けんかったんやけど、ああ行った跡があるね。やっぱ行く人おるんだ。看板ぐらい立ててくれたらいいのにね。どうやろう、これ公園になってんだよな。ベンチとかいっぱいあるんでね、これベンチ。さあで古墳見分かりますか。はい、来ました。来ましたけどさっぱり分かりませんね。東に向けて、いやー入られんがね。あー入れませんね、これはどっち向いてんやろ。あーさっぱり分からんね。これは古墳のはずなんだけどね。なんか道かなんかないかね。ないね。残念でございました。せっかく来たんだけどね。それが古墳か。ああ、わからんな。形もさっぱりわからんね。ここを目がけて車で来たんだけどね、全然違うとこ行ってもうたね。はい、ここから入りましょう。こっちから入るの初めてでございますけどね。今度は大阪最大級のね、古墳を見に行きましょう。昔聞いた話によると、モルヤさんの墓じゃないか言われたけどね、今はどうもそんなこと書いてないかもしれないね。もうそろそろでございます。ここね、ここありました。はい、行ってみましょう。あたご塚古墳でございます。入れますね。大きいけどね。大阪で一番大きいんだけど、石室としては一番大きいの作ってくれたの。すごい、この大きい石はすごいね。広、この大きな石でございます。高さもね、何メートルかな。上がちゃんとはっきり見えんか。今日ねライトを持ってきてないやな。大きい石や。目視では見えてんだけどね、綺麗にね。取れんか。高さが5メートルないけどね、何メートルちょっとある。すごいんですよ、この石の大きさが。こう見るとどうやろう、どれがあるかね。15、6メートルあるかね。20メートルないか。大きいね。上の石がちょっとはっきりわからんか。残念でした。上分かりませんでした。まあ目視量は1枚かね。じゃあはっきり分からんな。あとでもう一回来れたら夜んやけどね。全然違うところに車止めてしまったからね。これこっち入ってこれんかな。いやーすごいねこれ。はいはい、これすごい。大阪で一番の石室の古墳でございますからね。これは英墳だよな。あすごい、大阪部屋が一望できますということで。計25メーター。高さが 6.5 メーター。あ、英墳ですね。石室は 16.7 メーター。原石の高さが 4.1 メーター。まあ、4.1 メーターしかないね。もっと高く見えたけどね。いろいろ聞いたのは。その時聞けないやつね。素晴らしいね、これは。
残念やね、持ってきてよ、ライト。ライトを持ってどっかもう一遍来れるかね。はい、ありがとうございました。愛宕古墳でございました。こんな感じの古墳です。